今両チームの選手がこのピッチに姿を現しました。画面向かって右が青のユニフォーム、ホームの甲府、白のユニフォーム、向かって左側がアウェーの、今前半が始まりました。左エンドが青のユニフォーム、ヴァンフォーレ甲府、右エンドが白のユニフォーム、大宮アルディージャです。近くを使った宮崎、反転キープしてシュート、南が抑えました。最後長谷川です。狭いところでしたけどよく崩しましたね。はい、荒木カットイン、長谷川中に入ってきてシュートまではいけず、もう一度宮崎、フィニッシュだ。強烈なシュート、ここも中に集めて、まあ、結果クリアを拾ったんですけど、まあ、思い切っていいシュートだったと思います。まあ、もう少し気持ちアウトにはかけたかった。そうですね、まあ、徐々に試合の方ももしかしたらオープンになってくるゲームになるかもしれないので、はい、まあ、そしたらよりゲームは動きやすくなってきますね。後半の笛が吹かれました。山田ギラ反転、宮崎ゴール前、 PK、 宮崎侵入したところ足がかかりました。 PK 獲得、甲府。山田がしっかりリラを見て、そこ入ったタイミングで宮崎もよくボールに絡んできましたね。はい、まあ、ボールには行こうとはしてましたけど、決めた、甲府先制。ウィリアン・リラ PK をきっちりと沈めました。3試合連続ゴール、先制甲府です。この PK もしっかり強いボールを反対に、見事いいゴールでしたね。はい、逆を読んでいましたね。はい、先制は甲府です。幅を取って中にイバ、逆サイドに黒川もいます。イバスルーパスでした。イバシュート、当たって跳ね返ってそのままラインを終わりました。まあ、ここも中仕掛けて斜めに動き出してキーパーかわして、昇格圏内のチームに迫ることができるか。勝ち点3、この瞬間にタイムアップ、1対0、甲府が8点3をゲット。今シーズン4度目の3連勝。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。